大好きな下焼きなです。あーマジで今日本当にイライラしてて本当しょうがなさすぎるから、今7時20分ぐらいから娘たちを校舎が違うから送りツアーして9時9分、ちょっとマジで本当イライラしすぎて朝から本当すき家爆食いしてやろうと思ってすき家寄って帰ってきました。早速食べていきたいと思います。今日はちょっと待ってトッピング多すぎじゃない？おろしポン酢、白髪ネギ、山かけ、なんかよくわかんないけどいつも全然食べないのにネギ玉、豚汁でしょ絶対。すき家はすき家の牛丼と言ったら豚汁でしょ。そして牛丼、本当にイラつくことがありすぎて何喋っていいか分かんないぐらいイラつきすぎてる。なんかもう朝からね、なんかもうマジでムカつくって言ってね、ちょっとなんか朝、平日は月曜日から金曜日に6時40分ぐらいから2、30分有酸素運動するんだけど、その時にちょっと書いたの、あマジイラつく子供たちとかみたいな。結構なんか共感してくれる人たちがめっちゃなんか DM でストーリーにリアクションしてくれて、ごめんね朝からそんなことを書いちゃってって反省したの。だけどなんかみんなそうやって言ってくれて、あるあるとか、ゆきなちゃんもあるんですねとか、すごいそれがなんかちょっと心が楽になるっていうか、自分自身もあ自分だけじゃないんだってめっちゃ思えたわけ。汗泣きそうになってたのと。作ろう。うちは11歳と8歳なんだけど、女の子ね。とりあえずもうミュータン今いないじゃん。いつもさ結構やっぱさ割とさすごいやってくれる人だったの、家のこととかなんか手伝ってくれたりとかしたの。気づいたらいろいろね、超助かるじゃんそういうの。ミュータンいなくなったらもうお手伝いちゃんとするんだよみたいな感じでなんか約束してたわけよ子供たちと。子供たちもなんかオッケーみたいな、任せてみたいな。なんかさ洗濯物さ、なんかもう平日さ山になるじゃん、洗濯物の山になっちゃうのなるじゃんっていうか、みんながどうかわかんないけど平日じゃん。うちは私服じゃないの、制服とか体操着なのね、それぞれ。あとリーナは制服だけど体操着持ってってみたいな。でマカロに関しては体操着の人制服の日があるんだよ。でさでもほぼ平日なんてさ、私もさ家でさ仕事したりとかするからさ、別になんかあんまそんななんつうのかっこつけることもないわけよ。ほぼもうあの子たちのさ洗濯物なんだよね。で私なんか汚れ物をそのままにしとくことが無理だから、結構やっぱちゃんと回しちゃうのガンガン。そりゃそうじゃん。でどんどん山になっていくわけよ、廊下のなんかこういうスペースがあるんだけど、それを見て長女に、あーママそろそろもうこれ畳んで片付けないとねとか言って言われたの。その時はなんかはっと思ったけど我慢したわけだけどさ、今日の朝いろんなことが重なりすぎて、いろんな状況のイライラがなんかもう、ていうかさ昨日そんなこと言われたけど、そもそも自分のものあるって分かってんだったら自分のものそこからピックアップして畳んで片付ければよくないって話なわけ。いただきます。うまそう。うまっじゃない？どの口が言ってんのって思って、何を言っちゃってるんですかこの人はって思って、ママなんかそろそろやばくない、やった方がよくないみたいな感じで言われたから、時差でなんかマジでムカついてきて、昨日一昨日2日前のことだったんだけど、時差でマジでムカついてきて、んで長女がめっちゃお風呂好きだから、なんか最近結構大きめのテストがあるから今度ね、それに向けてめっちゃ勉強してんだけど、大好きなお風呂ぐらいさゆっくり入ってほしいじゃん。じゃあゆっくり入りなねっつって最後に、何回も言うけど最後に出る時にお湯ね自動止めてお湯流して、で入浴剤も超好きだから入れるわけよ。流したまんまにするとさ入浴剤のさそういうなんていうの残りみたいなのがさめっちゃつくじゃん浴槽に。ゆきなって細かいのかな、わかんないけどさ、でも普通にさたったそれだけのことじゃん、もう自動止めるお湯、はいもうボタンを押すお湯流れるじゃん、待ってね。だからシャワーでシャーってやればいいだけの話なの。ちょっと勉強して疲れてるだろうからお風呂掃除までしてねなんて言ってないんだよ。それぐらいはしといてね、シャーぐらいはしといてね、最後に流す作業だけはしといてねって言ったのに、今日の朝見たらやってないの。でめっちゃついてんの、あの入浴剤が白いのが、それも二重で、もうなんかちょっと待ってくださいマジウェイトプリーズって感じで、何でもかくなの。でさそれぐらいもできないのって、こっちはさちょっとさ優しくっていうか気使ってさお風呂掃除まではしなくていいから、とりあえずそこまでやっといてね。昨日寝る寸前まで行ったよ、やってないわけ。ほんといい加減にするよって思って。で私が結構なんか
朝からスタバのさタンブラーあるじゃん、タンブラーで生活するんだよね。タンブラーの中身の飲み終わって違うのが、例えば玄米茶から黒豆茶にしたかったら一回パーって湯水で飲むみたいな、もう一回それ使うみたいな。なんかそれをさ真似してんだよ、なんか知んないけどさ、リーナがさ違うさ、なんかファンからもらったディズニーの50周年だっけタンブラーをさ使ってるわけよ、家の中で。なんかさそれもさ、なんかもうちょっと使っただけでさ、もうすぐ流しにさバンって置くので、さ違うコップ出したりとかするの。あのさ、それぐらいマジさ洗えないみたいな、それも何回も言ってるわけ。え、ここの家もう大人数でしたっけってぐらいコップとかあんの。なんか割とさキッチンの流しにさ、なんかさいっぱい、なんかいっぱい溜まってんの嫌なのね。やってくんの、そうやって、なんかもう何個も、え、本当に何なのって思って、マジで。いや、マジムカついてんの。うちの犬のさ、ことだってさ、命ぐらい可愛い、大切とか言われるにはさ、やっと、みゆたんが韓国行く前にいろいろ、リーナも、これ、こういう時はこうしてね、とか、ママさ、って、あの、リーナとマカナとか、家のことで結構いっぱいいっぱいになる時あるから、ちゃんと、ロコのこと、みゆたんの見てきてわかるでしょ、やり方。ちゃんとやってね、とか、言ってたわけよ。でさ、トイレもさ、言わなきゃ買えないしさ、トイレおしっこシートのもしてるやつさ、こう持ってきてゴミ箱捨てるじゃん。普通さ新しいの置くじゃん、置かないの、置かないわけ。そのくせさ自分たちのさ要望っていうかさ、あれしてほしい、こうしてほしいみたいなことさ言ってくんじゃん。いやもうさ、あんたたちがママのさ言うことさ何回もこっちがいちいちさ言わないとやってくんないんだったらさ、もうこっちやってもじゃあんたたちの言うこと聞かないからってなるじゃん。なるよね。なんかさお母さんでもさ、もう言うてさ女同士でさ、もう11歳特に長女は子供かもしんないけどさ、え、もっとやらされてたよって思う、こっちは11歳の時当たり前だったし、こっちもさもうお母さんでもなんか人間じゃん、もうなんか人対人みたいな感じじゃん。それこそさ、なんか3歳とか4歳とか5歳の時とかさ、まあ、イヤイヤ期から始まって自己嫌悪みたいな、ね、寝顔見てまだ言うて3歳4歳5歳の時とかあるじゃん。それはわかる、ちょっと怒りすぎちゃったとかあるじゃん。でもさ、なんで未だにさちょっと言い過ぎちゃったかなみたいな気持ちになんなきゃいけないのって思う。もう正直言うと、もう今日の朝も、昨日の夜から、明日の朝ごはん何とか言って聞かれるの。それは全然いいわけ。明日の朝ごはんは、チョコパン焼いて、あの、メープル、シロップかけて、メープルパンだよ、みたいな。じゃあ、マカナ、次女。やったー、喜ぶ。で、ベジリーナも、オッケーみたいな。で、今日の朝になって、それぞれが、私お茶漬けがいい、私メープルパンがいい、みたいな。別にさ、嫌いなもの出してるわけじゃないわけよ。そこ統一してくれよと。こっちお弁当も作ってんだよ。マジでイラついて。みんなだったらどうすんの、わかんない、なんかもうなんか。さ、なんかマカナが刺して、ママいいよ、お茶漬けでいいわ。マカナいいよ、お茶漬けでとか言って言うじゃん。そうするとめっちゃ申し訳ない気持ちになるし、こっちがさ。結局さ、それぞれさ、メープルパンとさ、お茶漬けでやるじゃん。みんなだったらどうすんの、みんなもやる、なんかムカつきすぎて、どっちか我慢しろと思うんだけど、本当にムカついてますよ。で、じゃあもうなんか話しかけないで、みたいな。って言っちゃったの。でもさ、会社じゃないからさ、会社とか社会とか仕事場じゃないからさ、まださあれかもしんないけどさ、そんなことさ自分で一回考えてやってもらってもいいみたいなこととかさ、二人でこうなんかもうゲームでもやってるんですかって言うよ、こうなんかもう順番で来んの、なんかもうお前ら超新塾かよみたいな。わかる、超新塾って知ってる、知ってる。そういうコントなのかなって思う。ママなんとかけんと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 けん、ああ大丈夫、いいよ、そっちがいいんだな。ママ、なんぞこの入れ替わり立ち替わりで、あとその内容もほぼ、いやそれもう自分で考えたらよくないみたいな、それ自分の好みじゃないとか、なんでいちいち聞いてくんのみたいなこととか、なんかもう狂いそうになってくるの頭。学校始まって前日とかになんか、そういえばあのノートがもうなかったから欲しいんだけどとか、それさ前日に言って用意できるわけねえじゃんって、ドラえもんじゃねえんだもんって、本当になんなのって思って、で今日話しかけんな、もう話しかけないで一回って。マジ 笑えるレベルになってる、本当に。廊下に有酸素運動用のトレッドミル、自宅用の置いてるんだけど、そのトレッドミルこう有酸素運動やってんじゃん、もう全部終わってからやってます。そしたらね、また今度そこにね、また入れ替わり立ち替わりでどうでもいい、しょうもないこととかを言いに来るわけ。お願い、このたったの20分間のこの有酸素運動だけマジで本当お願い、一回本当にあのそれぞれがそれぞれ自分のことをちゃんとしっかりやっといてって感じなの。それはさ本当にママに聞かなきゃいけないことってあるよ。でもさ、もうそうじゃないの、もうなんか忘れたけど、こっちのゴムとこっちのゴムどっちがいいかな。どっちでもいいよ。今日あの制服じゃない日だったから、ママの
この間着てたなんかジューシークチュールのジャージ着たいとか言って、今日着たいとか言ってたから、着たんだろうね、どっちのゴムがいいですかって言ってきた次女の次に今度長女着て、ちょっとここの紐がとか言って、知らないよ、やれよ自分で、そんぐらい、あとそれ似合ってないよって、ママのだし、それ着ちゃって、逆になんていうの、大人のそういうセットアップのジャージを子供が着ちゃった時に逆にこうすごくパジャマみたいになるっていうのあるじゃん、それ似合ってないよって言って、あ、じゃあ着替えるって言って、うんってなって、ちょっと話しかけないでってなって、で車で1時間ぐらいかけて送るんだよね、話しかけないでって言って、ため息ばっかついてたから車の中シーンとしてたの、そしたらこっちが自己嫌悪になるわけ、ちょっと不安定すぎるけど、なんかもうなんか感情とかがもうなんかぐちゃぐちゃになるの、なんか泣きそうになってきて、ほんと子供たちがうざいとかじゃなくて、なんかそうなってる自分がうざくなってきて、キャパ狭くねとか考えてきて、なんかマジ自己嫌悪になってさ、なんか言いたくないこととか言っちゃうし、インスタでさちょっとこう朝さ6時50分ぐらいにさ、あイラつくみたいなザクッと書いたことに対して DM で、ゆきなちゃんもそういうことあるんですねとか、意外とか、わかる、あるあるとかリアクションしてくれた人がいっぱいいたんだけど、あんまりこういうの出さないからそういうイメージだよねって思うんだけど、マジで普通に多分みんなと一緒、本当にイラつくし、もう本当一人になりたいってマジで思うし、でもその一人になりたいって思ったことに対してもなんか、ダメなママだなとか思うし、そんなこと思って本当に一人になりたいわけじゃないんだけど、なんかそういう風に思っちゃったりとかするのね、もうそれも超嫌だし、嫌だ、だからなんか今頃リーナとかもかなってどう思ってんだろうとか思うけど、でも意外とあの人たち何とも思ってないんだろうなってもう、はあ、泣くつもりなかったのにマジで最悪だ、でもどうしたら分かってくれるんだろうとかさ、めっちゃ思うよね、考えるよね、例えばもうちょっとさ手伝ってほしいよね、ほんとこっちもさそれ甘えちゃってるかもしんないけどさ、子供たちに、でもやっぱさ女の子でさ11歳と8歳じゃん、やっぱある程度さ、ゆきなママがさどういう動きしてるかとかさ、家事とかね知っとかなきゃダメじゃないって話も去年知ってるわけよ、何回も何回も言ってきてんの、でも何回も何回も言い続けなきゃいけないじゃん、諦めちゃダメじゃん、でもささすがにこっちも疲れるよねっていう話、全部食べた、全然お腹いっぱいじゃない、しかも今日別にダイエットしてるわけじゃないけどさ、朝からこんなさすき家の牛丼こんなトッピング大盛りでさ食べることなんてさマジないよね、二日酔う時とかは分かるけどさ、でも超うまかった、はぁ、お腹いっぱい、はぁ、こんなヒートテック姿のまんまただの愚痴り動画みたいになっちゃって本当ごめんなさいね、本当に、でも本当見てくれてありがとうございます、みんなはどうなのかぜひコメント欄で、コメント欄が無理だったらインスタの DM にも送っていただけたら見ます、いつもありがとう、頑張ろう、イエーイ。